とことんさんがさあ、鹿児島キャンプも真っ盛りですよね。今日はね、そんなキャンプ情報もお伝えしますよ。練習試合の様子です。どうぞ。シーズン開幕に向けて鹿児島で調整を進めるサンガ。キャンプ7日目は初めての雨。練習前、円陣を組む選手たち。新加入メンバーもすっかりチームに溶け込みました。午後から雨が強くなる中、大木監督は選手を各ポジションに配置し、守備の連携などを確認した後、シュート練習を行いました。翌日に行われた練習試合、相手は同じ J2 で戦う松本山雅。試合は45分3本で行われました。2本目の12分、久保から宮吉、新加入の横谷が折り返し、宮吉のシュートをお膳立て。息の合ったプレーを見せます。さらに28分、サンガはフォワードに三平を投入。この起用が当たり、左からのファンのクロスに三平が反応し、先制点を奪います。三平はこの試合2得点。そして3本目の21分、三平のヒールパスに久保が反応しますが、倒されて PK を獲得。久保はきっちりと PK を決め3点目。新加入選手らも存在感を示した内容となりました。鹿児島キャンプ、改めて一番の狙いというのは何でしょうか。去年やってきたことをもう一度思い出すこと、その精度を上げること、それから新加入の選手が、それについて理解すること、そのあたりが一番の目標です。狙いとされてた部分というのはいかがでしょうか。はい、いい状態で来ていると思います。やっぱ勝てる集団にしたいというのはやっぱありますし、京都のサッカー、今までやってきたサッカープラス勝負強さというのがやっぱり今年は必要になると思うんで、厳しい中にもこう、京都の色を出せればなというふうに思います。個人的なまだまだやっていかなきゃいけない部分であったりだとかっていうのはたくさんありますし、それだけじゃなくて、チームとしても、まだまだ修正していかなきゃいけない部分っていうのは多々あるので、いろんなことがまた見えたゲームだったんじゃないかなと思います。戦術を理解していきながら良さも、見せてくれてましたよね。インタビューの中で新キャプテンで安藤選手の名前ありましたよね。安藤選手、サンガに加入して8年目になる安藤選手が新キャプテンなんですが、大木監督の意向も、かなりあったようですね。去年は全試合フルタイム出場している安藤選手がチームを引っ張り、副キャプテンに中山弘樹選手、そして宮内匠選手となっています。16日土曜日までトレーニングが続きますので、また来週もこの鹿児島キャンプの様子、この番組でお伝えします。お楽しみに。さあ、CM の後は京スポーアイス、全国車椅子駅伝に向けて